おはようございます。4月25日木曜日、全国のお天気をお伝えします。低気圧や前線の影響を受ける北海道や東北北部は断続的に雨が降ります。一時的な雨の降り方の強まりや沿岸部を中心に強風による横殴りの雨に注意が必要です。ただ東北南部は次第に天気は回復に向かいます。一方、東から西日本にかけては晴れて日差しが届きます。晴れる地域は気温が上がり、日向では汗ばむ体感になりそうです。山梨県の甲府などは30度を超える見込みですので、しっかりと服装で調節をしていきましょう。特に九州は翌日から天気が下り坂になるところもあります。洗濯物の外干しなど日差しを有効にご活用ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。